こんにちは、ずちゃんです。簡単です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。大家还记得我们上次影片跟大家一起去买家电吗？那我们两个买的东西都送到了，耶、那我们两个呢，今天这支影片就是要开箱给大家看。那这个呢是吸汗器，就是电锅。这一个呢就是电锡链机，就是微波炉。两个呢都是 Bermuda。家電量販店行ってね、一目惚れしたね。那因为我们俩之前有买过 Bermuda 的烤箱，他们那个时候里面有附 recipe， 就是有附食谱菜单，不知道这两个里面会附。それちょっとね楽しみよね。これがね、ルーの食卓で出てましたけど。あれ、最近ルーの食卓出てたかな？最近復活しようと思ってるので、楽しみにしてください。お願いします。はい、じゃあ先に炊飯器から行こうか。炊飯器から行きましょう。行きましょう。はい。包子还蛮漂亮的，外面还有透明袋。打开，打开，打开，打开。どういう意味でしてる？開けるぜ。そう、オープン、オープン。ピョン、ピョン。噔噔。一开始打开呢，就有附一个说明书。一般的な炊飯器と炊飯の仕組みがちょっと異なりますだって。どういうことよ。内蓋を取り付けないと炊飯できません。外蓋には必ず200ml の水を入れてください。これが絶対美味しいなってこと。これがあの蒸気がブワーッと出てきて、对。ご飯を美味しくするやつだ。OK。这里还有写中文呢，有英文、日文、中文繁体跟中文简体，还有韩文。よいしょ。哇！全黑的饭锅。饭锅。我们来看一下它上面的这个标示，上面的标示呢有预约、小时、分钟，还有取消跟炊饭方法，还有按这个应该就可以炊饭。この黒い外見でめっちゃおしゃれじゃない？ねえ。マットな感じが好きなの。あの文旦超喜欢这种雾面的东西。我们昨天又去一次家电量饭店，文旦想要买 steam， 然后他一看到那个雾面，他就说他就是要这个，所以我们昨天也买了一个 steam。早速開けてみましょう。OK。オープンだ。ゾア。哇。なんかいっぱい入ってる。いっぱい入ってるね。え、おしゃれ。米この中に入れるってこと？对。这个就是米的一盒，还有二分之一盒，我超喜欢这个的。反正没有打，真的是很懂消费者心态，不然一般都是那种透明的量米器嘛。然后这个呢是200cc 的水，哎，これもおしゃれだね。これだけでもおしゃれ。この外蓋と内蓋、これはどっちもつけないとダメって言ってるのね。然后呢，在煮饭的时候，就是这个外蓋里面要放200cc 的水。哎，きれい、見て。これが汚くなるんですよ。ならないの、ちゃんと掃除するから。早く作りたいね。早くご飯炊きたい、本当に。次行きましょう。Let's go。然后接下来呢是我们两个的微波炉。個人的には炊飯器よりもこっちの方が俺は好きなの。私も。限定色はね、1万円と違うんですよ。对，因为我们两个都最喜欢限定色的颜色，那觉得既然要买，就要买到自己最想要的，所以我们两个就买了限定色。買ってね、良かったこともあるんですよ。何かわかる？るじゃん。わかる。その時の割引が5万円以上買わないと割引できないんですよ。覚えてた。一品で5万円以上だと3万円のキャッシュバックなんですよ。この子が6万円ぐらいだったんで、実質3万円で買えてるようなもんなんです。なので実は限定食の方が安いんです。そう。その場で割引できるので。これも近づいてどう？みんな見えない。だな。わあ。でこれ開け方ちょっと注意した方がいいと思う。本当だ。なんか私がやったら。俺がやった方がいいかも。うん、やった。交換します。はい。打開呢也是一样会有一个说明书。わあ綺麗。あ本当だ。みんなも見えますかこの綺麗な色。我们刚已经把纸箱稍微解体了一下，这样文档可以伸到最下面了。加油文档。よいしょ。よいしょ。わあ。来，这ルちゃん手伝うよ。はい。わあ。よいしょ。好漂亮哦。那这个呢就是我们两个买的微波炉，虽然是微波炉呢，可是它是 open range， 是也有烤箱机能的。我们两个现在已经在厨房把我们的炊饭器放好了，好漂亮哦！旁边还有我之前送给文丹的圣诞节礼物。今天吃饭呀？吃饭要算。然后呢，是我们两个的微波炉。我们两个现在把微波炉插电给大家看，因为它里面会发光。これこれ、僕が好きなやつ。好漂亮哦！これちょっと電気消してみるよ。OK。哇！イルミネーションみたい。好美哦，那个ミルクになってる、ここ。本当だ、ミルク。哦，歌ってる。噔噔。この楽好き。哇！
漂亮哟，好漂亮哦，すごいね、音可愛くない？そんな遊ばないの、この子疲れるの。那我们两个现在就去附近的便利商店买一下微波可以吃的东西来吃一下午餐，也实际上来试试看它的机能。电锅的话就先算了，因为时间的关系有点来不及。行きましょう。噔噔噔 ，Let's go。我们两个已经从便利商店买完东西回来了。我们买的是肉松，那我们两个呢买了一个微波的饭的包装，是特大碗，因为我们两个人一起吃一份。然后呢是这个黑醋肉丸。然后呢，另外是这一个，这是切的比较厚的叉烧，有点少，可是因为我们两个觉得没有很饿，也不要逼自己硬吃，所以就买了这三个。那买了这三个来给大家看一下我们的微波炉的威力是怎么样。那首先呢，我们两个先热饭，如果是500W、600W 的话是3分10秒，700W 是2分40秒，100W 呢是1分50秒，业务用的1500W 是1分10秒。先打开再关起来的话，它就会自动启动。これで決めれるはず。今600。おお、すごい。100、500、600か。じゃあ500の3分10秒で設定しましょう。スタートの。おお。音が鳴るんだね。おしゃれ。这个微波饭盒呢是要先把这个打开一小角到它虚线部分。ピション。效果音。嗯。然后正式启动。然后呢，这里时间会倒数。我们两个刚才没有拍到，他微波完的时候还放了一个音乐，然后这里就写 enjoy。enjoy。お茶碗に入れましょう。もうちょっとガーって入れましょう。合宿の時はなんか山盛りご飯みたいな感じかな。確かに学生らしい。那在文章弄饭的同时呢，我来微波另外一样东西。那这个微波方式呢，是让它这样子。站在微波炉里面，那这个呢是500W 1分40秒，1分40秒。設定，そして入れて，瞬。真ん中に立てる。OK。こうでしょ？そう。30秒だよ。もう求めない。やってくれるんだよ、ブーちゃんは絶対。音楽いいね。朝やるとリフレッシュするよね。ね。今日も一日頑張るぞみたいな。刚才没有拍到结束画面，现在我们来等待它。哇，しかもここがまた電気つくの可愛いね。本当だ。ほい。哇，四つだ。一人二つちょうどいい。わあ、美味しそう。いい匂い。ね、これご飯と一緒に食べると絶対美味しいやつだ。好香。然后是最后一个蜂蜜跟酱油的叉烧，这个的话呢是600W 50秒。噔噔噔！加油，文丹。啊，めっちゃいい匂い。これご飯と食べると最高だ。え、美味しそうこれ。好香。好少。好，那我们两个现在已经坐在我们家的客厅沙发了，因为想要两个人一起吃饭，所以又拿了一个碗，反正硬装在同一个，还是觉得再拿一个碗会比较好。これでいいよ。ありがとう。食べないときまた取るから。OK。好香哦。なんかいい匂いだね。ね、食べよう。Let's go。いただきます。いただきます。開動。開動。我们两个都先吃蜂蜜酱油叉烧。やわらかい。肉松の甘み美味しいね。ね。味がしっかりついてるね。普通にめっちゃ美味しい。大家看它这个叉烧厚度很厚，除了瘦肉之外还有肥肉。次蛋糕一个，いや蛋糕これ絶対美味しいやつと思う。これはね、もう見るからに美味しいやつよ。私のご飯もう足りないかも。え、このタレが美味しい。肉団子ご飯いくらあっても足りないね。ソースだけでもご飯3倍ぐらいいけるよ多分。まあご飯普通に美味しくない？どうせならバルミューダなんで。炊きたかったけどね。確かに。でも時間足りないからあと入れてますよ。今日これ二人でいくらぐらいだった？二人でご飯とこのおかず二つで900円ぐらい。まあ800-900円ぐらいだったかな。めっちゃ安かった。今はほとんど自炊と出前を頼んでるんだけど、正直に自炊もそんな安いなわけでもないんですよ。
あのスーパーでやっぱりいっぱい買っちゃうから、これから電子レンジがあってちょっと休みたい時と節約したい時にちょっとこういうコンビニのおかずでもいいかも。うん、便利だし安いし美味しいし、あと私とふーちゃんがなんかこの年になってちょっと食料がめっちゃ減ったんですよ。そう、食べ放題全然食べれなくなっちゃった。うん、昔食べ放題めちゃくちゃ食べるんだけど今全然そんないけないですね。でも今は食べ放題よりやっぱり私とふーちゃんはもうちょっと量が少ないんだけどいいものを食べた方がいい気がする、うん、これからもし子供がいたらファミレスと食べ放題ばっかりじゃん、うん、だから今やっぱり2人が行けるちょっとデートなレストランとか行った方がいいかなと思って。うん、なんかホテルのとかね。そう、子供ができたら本当自分の力がなくなるらしくて、私の周りの友達はみんなそうだから、なので今本当2人だけの時間をもうちょっとたくさんを楽しんだ方がいいってアドバイスされましたまあそのアドバイス通りちゃんとしようかな。今回炊飯器まだ使ってないんだけど電子レンジはもうすごくワクワクさせてくれました。うん、音楽流したりすごい予想外だね。うん、なんか本当私とふーちゃんが買いに行った時に家電量販店で本当即買いで何も試してなかったんですよ。なので今回はなんか初めてのこといっぱいすぎてめっちゃ楽しかった。うん、然后设定又很方便，因为我们家之前用的微波炉，它是很便宜的那一种，就是下面还是透明板子，会转还会掉下来那一种。那那一种的话，它就没办法设定几 W 几 W， 我记得好像就只能设定一种吧。然后时间也没有办法设定的这么准确，而且有时候它那个热都不会通进去，吃起来就会冷冷的。目前这台百乐妙达，它的时间可以设得很细，就让我非常的喜欢。今回は。いい買い物でした。しっかりねデジタル式を買ったからね。美味しい食べ物また見つかりました。うん、めちゃ美味しいです。おすすめね。もしローソンが近く家にいたらぜひ買ってみてください。ご飯とめちゃ合うんですよ。完食完食。やっぱいい買い物するとなんか気持ちが晴れやかになるな。そう、あとあの音楽聴いた時にね、ドゥドゥン。之後呢我们俩会用电锅还有微波炉跟烤箱做更多东西，然后呢，更新我的ルーの食卓。お、ついに死のうか。なんか今も自炊してるんだけど、やっぱりいいものを出したいなと思ってずっとちゃんと撮ってなかったんだけど、まあでも本当そういうのも考えずにとりあえず撮ると思って。うん。じゃないの。ちゃんと頑張るからね。好，阿紫要跟大家说，最近我们文章呢，他非常认真在学中文。你好。你好。你是谁？我是陆江，那你是谁？我是他。哦，你叫什么名字？我叫陆江啊。那你叫什么名字？我叫恩达。哦，我是上班族。你是上班族哦，我也是哎。你是台湾人吗？不是，我是日本人。很高兴认识你。啊，我都没有学到这一句，知り合ってて嬉しいです。我也开心。你也开心啊、哦。谢谢，谢谢。大家觉得怎么样？文章最近啊，很认真在学中文，买那个教科书，一页一页读，然后呢，我都要陪他读，然后还要写那个练习本，我还要帮他改练习本。僕の老师です。嗯，他是我的学生，他是希望文章接下来会讲越来越多中文，然后也可以不用翻译就听得懂我讲的每一句话，有可能吗？加油，文达。加油，文章！好，那么下次影片再见，大家拜拜！拜拜！你跟大家说拜拜。再见。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。